ヘモグロビンの四次構造球状タンパク質は、タンパク質を大きく二つに分けた分類のうちの一つである。たまに近い形をして、いくらか水に溶け、水中ではコロイド状に分散する。もう一つの分類である、繊維状タンパク質は水に溶けない。球状タンパク質という言葉はおそらく19世紀に遡るほど古く、今日では何十万というタンパク質が、 より叙述的な構造モチーフを用いた言葉で表されている。タンパク質の球状構造は近代的な技術を使わずとも超遠心や光散乱法で確認することができる。タンパク質の球状構造は四次構造によって導入される。分子の素水性部分は内部に向かい、極性部分が外側に露出して、溶媒と分子間力で結ばれて、溶解状態を安定化させる。 構造としての機能しか持たない、繊維状タンパク質と異なり、球状タンパク質は次のような働きを持つ。最も有名な球状タンパク質はヘモグロビンである。他には、免疫グロブリンやアルファベータ、ガンマグロブリンなどがある。また、ほぼすべての代謝に関わる酵素やシグナル、伝達タンパク質も、球状タンパク質である。ありがとうございます。